皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介する建築物は、ジョアンです。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。愛知県犬山市のジョアンは、17世紀に元県仁寺内に造立された、大小5つの窓やにじり口の配置が特徴的な茶室です。ジョアンは茶の湯の創世期に尾張の国が生んだ大茶匠小田浦九斎が建てた茶室です。昭和11年には国宝の指定を受けた茶道文化史上貴重な遺構で、京都山崎妙喜庵内の大庵、大徳寺流光院内の密庵とともに現存する国宝茶席3名席の一つとなっています。